中島悟はまず86年のヨーロッパ F3000 に投入されたダルトホンダに登場。チャンピオンマイク・サックウェル、マシンは11戦中9勝を挙げたラルトホンダ。F1 で3度もチャンピオンに輝いているあのジャック・ブラバム、これは史上最強の F2 マシンと言われたブラバムホンダ。91年、セナとベルガーのドライブでコンストラクターズタイトルを獲得したマクラーレンホンダ。今回のドライバーはジョナサン・パーマーである。ホンダの第一期 F1 マシンたちが登場。 RA301 をドライブするのは北野元。そしてホンダが F1 2勝目を記録した RA300 はもちろんジョン・サーティス本人がドライブ。
そしてクライマックス、伝説のホンダミュージック RA272 のサウンドがついに大観衆の耳をそばだてることになったのである。